太郎です。今日はロフトのオンラインショップで購入したものが届いたので紹介をしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ロフトのオンラインで初めてお買い物をしたんですけども、そちらがね届いたので開封をしていきます。それがこちらですね。やっぱりロフトといえばねステーショナリー系だと思うんですけど、まあ私はねお得なセットがあったのでポチりました。それでは開封。はい、それでは購入したものなんですけども、まず一つ目がこちら。はい、これずっと欲しかったんですけども、ロルバーン専用のクリーム色の修正テープですねを買いました。4ミリサイズのものですね。これはねやっぱりロルバーンはちょっとクリームがかったノートなんですけど、それ専用のねちょっと修正テープ欲しいなと思って購入しました。基本的に消えるペンで、消せるペンフリクションとかで書くんですけど、まあマーカーとか使った時にね文字見せた時用にこちら購入しました。これデルフォルニックスのサイトでは売ってなくて、売ってるのかな、まあ、送料の関係とか考えたらロフトで買った方が良かったかなと思ったので買いました。まあロフトに行くのもいいんですけど、行くよりやっぱり駐車場とか交通費を考えればネットの方が良かったかなと思ったので行かずにネットで購入しました。まあこれは何かしら使えると思うので、うん、買って良かった。はい、そして次はねマスキングテープのセットを購入しました。それがこちらで、はい、これたくさん入ってるんですけども、ワールドクラフトさんのマスキングテープセットで価格が500円のものですね。安い。これは12本入ってるのかな、うん、12本入ったセットになります。安いよね。はい、まずこちらの柄ですね。これはよくわからないなんか柄ですね。和っぽい柄。そしてこちらハートの柄ですね。結構ポップなのが多くて、こういうパンダの柄とか、あとはこういうホットケーキの柄ですね。これかわいい。そしてこちらこれもかわいいですね。うん、かわいい。花火とか山とか書いてますね。そしてこちら、これは梅かな、ツツジ、まあお花の柄。おにぎり美味しそう。そしてこちら、これもかわいい。でこれはショートケーキみたいだ。レースっぽいけど、うん、ショートケーキみたい。そしてパン、かわいい。そしてクマさんですね。そしてチェック柄ですね。はい、これを12本をね購入しました。めっちゃ安くないですか。これは買ってよかった。550円で12本ねゲットできるならすごくいいなって思いました。そして次もねマスキングテープのセットなんですけども、それがこちら。はい、こちら BGM さんの日本未発売柄というセットをね購入しました。こちらもね500円なんですけども、8本か入って500円のものですね。これもいいですよね。はい、まずこちらの柄ですね。これは30ミリのやつかな。お花と蝶々とかなんか可愛らしい柄ですね。そしてこちら、こちらお花、チューリップとかそういうお花のマスキングテープ、かわいい。そしてこちら、こちら白押しですね。梨の柄ですね。これ秋っぽいですね。そしてこちら、こ
ちら5ミリかな、お花柄ですね。こういうね5ミリ系って割と手帳に使いやすくて私好きなんですよ。そしてこちらキノコ、キノコの柄のマステ、これあれフレークシールと一緒に使ったら可愛いかもね。秋に使いたい。そしてこちらは手紙とか本とか文具系のマスキングテープですね。可愛い。そしてこちら、はい、こちらも白押しのお花ですね。これは割といつでも使える柄かな。うん、可愛い。そしてこちらは茶色のリボン柄かな、リボンだねの柄のものですね。可愛い。これも使いたいってな感じで、はい、8種類のセットでした。これもお得だね。 BGM さん可愛いから好きなんですよ。はい、ノートに貼ってみますとこんな感じですね。これがワールドクラフトの12本セットの方になります。こんな感じで、この中で一番可愛いなと思ったのはこれですね。なんか水色で鳥とかいて可愛いなと思いました。まあ全部可愛いんですけど、このクマさんとかもなんか可愛すぎて、すごく可愛い。全部持ってない感じだったのでいいお買い物だったなと思います。はい、そして BGM の方なんですけども、こちら8本セットでこんな感じの柄です。でこの中で一番可愛いなと思ったのはこの梨ですね。白押しだしがめちゃくちゃ可愛いと思って、まあ割と秋に使えるものかなと思いました。これが春で秋、まあ、これは年中使えるもので、これがね多分あのプルメリアだと思うんですよね。なので夏とかに使うのに、いいのかなと思います。すごく可愛い。はい、購入品は以上になります。今回はマスキングテープをたくさんゲットできたので良かったかなと思います。まあ、最近マスキングテープが増えてきて収納をどうしようかすごく考えてて、いつも収納にね悩んでるんですけど、まあやっぱりマスキングテープっていろんな柄があるので集めてしまって、大変なことになりますねなんて沼にはまってしまったんだって思ってます。まあでも好きなものを集めた方がね楽しいので、これからもねいろいろ集めていきたいと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。